こんにちは。はい、初めての第二サイトじゃん。はい、入れた。うわ、第二だけ混んでるって言ってたね。やっぱ第二が人気なんだ。中東屋キャンプ場に来ていて、念願の第二サイト、うん、第二サイトってなんか20組ぐらいしか入れないんだよね多分。第二サイトだけが車横付けかなんだよね。で、奇跡的に入れたんだけど、うん、湖畔側が全部埋まってて、うん、結局今第一に変更してもらってカートに乗せてちょっと遠い距離を運ぶ選択肢を選びました。はい、いや、湖畔がいいよね、やっぱり。うん、やっぱりね。いや、車横付けしたかったな。ストーブあるからね。アルパカ？うん、今日はアルパカ。じゃあまあいいか。うん、2年ぶりかな。あれ、去年来れなかったよね、なんでか。あ、去年来てないね。やっぱり夏になるとね、結構激戦区なんだよね。あそこに銭湯がついております。あの小屋最高じゃん。今日ガラガラじゃない。うん、ゴールデンウィーク頑張ったご褒美だな、ケン、コロワ。コロワ。ゴールデンウィーク何もしないで終わったっていうか、もう仕事して終わったもんな。うん、気をつけろ。一人ゼクミーティングしようと思って。2組後ろの方から写真撮ってこっそりミーティング。盗撮。ここまで来れるけど、ここにタープあるね。あ、セパレートタイプ。セパレートタイプで行きましょう。すごいことになりそうだ。うん、そうしよう、そうしよう。幸せそうな顔。来てよかったね。ねえ、諦めかけてたよね。もうちょっと遅いから。ちょっと疲労感が強すぎて、なんか肩甲骨ガチガチだったからさ。うん。今日きついんじゃないかと思った。普通に家の近くの温泉にするか、銭湯にして一杯飲むか。一瞬由来だよね。うん。でもこんな時こそキャンプだって頑張ったんだよね。したね。わあ、美しい。まだ新品の匂いだね。さっさと開けちゃう。おビール？もうちょっと頑張ろう。全部やってからプシューしよう。早くじゃんけん、早く。早く早く早く。ニューアイテムです。けどずっと欲しかったんだよね。え？どう？え？すごい安定してる。座面どう？座面いい。いい？張り。腰大丈夫かも。これ大阪のイベントで出会ったんだよね。イベントの時に。え、何これ、ワックでこの椅子出てんだってなって。知らなかったよね、その時まで。ね。
晴れたね。一面雲だったのにさ、ね、いきなり海水にした。え、どうした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 。冷やしておきましたよ。久々じゃないこのクラシックジョッキけど今よだれたらなのバレたこの前のハマグリの時みたいな感じ。お腹空きすぎて本当に具合悪いからいい。もういい。北海道の自慢、札幌クラシックでございます。もう飲みます。ここを刺してる？刺してる。くわー、うわ、CM CM だ。うわー、あ、すごい。6対4。あ、大丈夫。膝にめっちゃビールかかってる。ティッシュティッシュ。もういいよいいよ、OK。 乾杯しよう。乾杯しよう。乾杯。葉っぱ。ティッシュ頼む。ティッシュ。くるくるする。そうそう、くるくる。さあ、今日は、はい、炭屋です。炭屋。疑似炭屋体験。炭屋っていう炭火焼肉のうちらの大好きな居酒屋があって、うん、この間行ったんだよね、久々に。久々に行ったね。あの安い感じがいいんだよね。いい。めちゃくちゃ安いよね。300いくらとかで、炭火が各テーブルにあって七輪なんだよ。贅沢よね。あれがやりたくて今日は焼肉です。そして本日のおけいの前菜、はい、こちらでございます。一晩冷やした冷やしピーマンこちらを味噌だれにつけてお召し上がりください。うまそう。なんか手抜き。おけいの前菜、今日は言ってなさい。うまいから飛ぶ。もろみ味噌いいよ。え、めっちゃうまそう。本格味噌みたいな。うわうわうわうまそう。これに、はい、こんな感じで、はい、キュウリを、キュウリじゃないもちろんピーマン。なんかシンプルでいいかも。こんな感じでいいね。え？来てる。うまっ。めっちゃみずみずしい。苦みない。甘い。え、このピーマン、いいピーマンだった。4つで130。全然苦みなし。全く苦みない。てか甘い。味噌、あ、うまい。味噌めっちゃうまい。いただきます。うん、うまっ。これやばいわ。めちゃくちゃうまいよ。え、多分、子供絶対これいいよね。ごまかしてチャーハンとかに入れるよりこれが一番苦くなる。うん。めちゃくちゃうまい。うまい。この味噌もめっちゃ安かったんだよね。150円とか。うまっ。ホッキ大先生です。ケンさん、塩コショウお願いします。はい。ケン、頭になんかついてる。あの、くるくるしてるやつじゃないのさっき食ったやつでしょ、ケイトがありがとうございます。乗せます。はい。うわぁ、火力はどう。ちょうどいいんじゃない。ちょうどいいか。
軽く炙るくらいでいいよねこれね、うん、え、これだけ？もう一個買えばよかったね。いやなんかたくさんあるからさ2個でいいかなと思って。あ、やばい、もうそろそろだ。間に合った、間に合った、よかったよかった。開けます。あ、はい、いってください、いってください。こっちを下の上にね、そう、間違うなよ。このザラザラした面を下の上に。俺も思った今、同じこと思った。あれ？あれ俺ダントツハマグリだと思ったんだよ前々回。どこ見てんの？どこ？うわ。生の冷凍のタラバガニをバーベキューとかで焼いて食べたことがあるんだけど、なんとなく甘みの種類が似てるって思った。甲殻類とさ貝まだ全然別物なのに。いいよ、私はいいけどね、うん、わかんのみんなそれ。タコの子ウニの味するのも私とケンだけなんだよ。共感する人も一定数いたけどさ、なんかブーイングみたいなのもなんかあったね。わざわざ食べに行ってくれた人いたからね、うん、ケイトさんウニの味しませんでした。結構来てたよブーイング。来てたよね。どんどん行きます。体が寒いからさ、うん、食べて体温を上げていかないと。そうだね。どっち行く？ハラミかパン。ハラミ376円、めっちゃ安い、うん、ハラミ行く？ハラミか。もう湖の音でジューっていう音も全く聞こえてないような気がする。いいじゃない、いいか。この味噌結構新発見かも。これマジでみんなやってほしい、マジでうまい。うわー、うまいね。うまい。県の実家の畑で採れた極上自家製山わさび。溜めるね。なんか何本も入ってたね。うん、あと5本ぐらいは入ってんじゃん。生えてた生えてた。一番でかいやついただいてきました、うん、剣が折ったんだよね、ボキって。ちょっと折れちゃったね。でもなんか残した方がいいんでしょ、また次の世代のために。うん、うん、世代子孫繁栄のために。こちらを極上の300円のハラミに乗せていただきます。多分1000円の味になるよ。あっちのグラデーション半端ない。君の名はのシーンみたい、最後のね、うん、いいね、あのご飯ギリギリに。いいね、ね、やっぱ身軽キャンプに憧れるな。やっぱうちら身軽なの好きなんだ、特にケン。ケンさ、服とかも結構ミニマムだもん。最近ちょっと増えてきたけど、まあベース少なめかもしれない。ちょっとやばいよ、行くよ。どうぞどうぞ。あ、でもいいんじゃない、ピンク、うまさ。うわ、え、え、ドンピじゃん。え、ドンピだよ。食べましょう食べましょう。あ、ちょっと待って、先ほどすりおろしました山わさび。うわ、ちょこっと醤油もかけたい。それはお好みで。お好みで。めちゃくちゃ綺麗。波落ち着いたね、うん、いただきます。ん？300円のクオリティじゃない。1200円とかしそうな味。食べてみる。これめちゃくちゃうまいよ。なんでこんな安いの。いただきます。やば、これコスパいいね。え、ネパーズの肉より美味しいやん。しかも山わさびめっちゃ美味しい。俺らなんか家でちょっと奮発してお肉焼いて食べようかっていう時はデパ地下の安い日狙ってステーキ買うんだよね。あの三越さんと大丸さんなんだけど。それよりもうまいかもって思った。うまいね、うん、うんうん、あれ1300円するからね。あったかくなった。てか風邪落ち着いたからね。でも久々だね、炭火でさバーベキュー、こういうなんかいい肉を食べる。いい肉っていうか300円だけど、むしろ炭火のホルモンと同じ金額ね。これすごくない？すごいすごい、この肉すごい、めっちゃすごい。めっちゃ美味しいんだけど。めちゃくちゃうまい、これリピートだ。ちょっとね
永住する場所をね最近やっぱ考え始めてるんだけど、ここも候補に入ってるんだよね。親子いいよね絶対ね。あと長沼も気になってる。北海道民しか分かんないと思うけど、でも長沼ジンギスカン有名なんじゃん。あ、確かに、うん、長沼町っていうところがあって、うん、そんなに栄えてる場所じゃないんだけど、うんうん、だからあえてみんなそこに住むんだけど、富良野みたいな雰囲気かな。なんかちょっと緑が多くてさ、ね、綺麗な鮮やかなこう黄緑の葉っぱのイメージ。そう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 。で牛とか、うん、馬とか、うん、なんかオーガニックのパン屋さんとか、うん、おしゃれな店があるよね。菜食バイキングとかあるイメージじゃない、うん、なんか、うん、久々に行きたいね。ドライブとか行きたいね。道の駅がすごいんだよね。一回行ったことあるけど。県に焼いといてちょっとトイレ行ってるかな。あ、いいよ。どうした？お腹壊した？いや、壊してね。やめて。県じゃないんだから。ピーヒャラか？キャンプ来たら肩こり全部取れた。本当私今日肩こりすぎてさ、うん、なんか吐き気するぐらいやばかったんだよね。たまにあるよね、ケイトね。そうそうそう、そういう日。首もガチガチでさ、うん、でこれちょっと今日もうキャンプ行きたいけど家でゴロゴロしてたいかもとか思ってたんだけどさ、うん、治った治った、うん、よかったよかった。お粒いいんじゃないかい。久々の粒だね。うーつー、いや温泉あんの最高すぎる。さすがにサウナはないよな、きっと。サウナなかったと思うね。ないよね。次どうしても行きたいキャンプ場があるんだよね。見つけちゃったんだよね。見つけちゃったね。視聴者の方に教えてもらったんだよね。最近ねサウナにハマってて、今多分外気浴めっちゃちょうどいい感じだと思う。やばい、事故ってる。事故ってる。単に粒の汁全部かかりました。剣のにしよう。これふざけんな。ちょっと軽くない。失礼します。全然寒くないね、うん、やっぱ風なんだね。風ですね。やるかやるかい。あ、危険です。危険。めちゃくちゃ暑いっす。なんかこれいけそうな気するよ。ケイト、これやるいいの、うん、油は。うまくいった。くぁ、油取り先生。これちょっと視聴者の方にも説明してた方がいい。注意喚起してた。これ注意喚起マジで気をつけた方がいいのが、これなんかあれじゃない、キャンプ初心者の心得みたいなタイトルにしたらいいんじゃないかと思って動画のタイトル。ここに油が潜んでるんですよね、これ、うん、分かります。これけどピント合わせてくんない。これが油なんですよ。これは食べると人によっては意識障害とか、うん、大変危険な状態です、うん、めまいとか吐き気とか、うん、うわ、チーズみたいじゃないこれ、うん、って感じ、うん、危険です。これ絶対取ってください。でこれね反対側も右左にあるってこと。甲状腺みたいな感じ。そう皆さん、ほら甲状腺の位置にございます。ほらここにもあるでしょ。絶対取ってくださいね。これ粒買う人いるのかな。粒買う人俺らぐらいかな。関東の人とか粒とか食べるのかな。北海道の人でも半分ぐらいそうじゃない。そうだよね多分ね。はい、ケツどうぞ。わーい、こんな大きいやつ。ビール準備できてる？ケツ大丈夫？あ、一口分はあります。ありますか。目から口ぐらいのサイズですかね、大体。いただきます。うまそう、めちゃくちゃうまそう。うまい。急にすっごい静かになった。ああ、やっぱり湖だよね。何度も言うけど、ケン、ほらこれ、この缶飲み終わったらお風呂行くからね。そうだね、うん。うまい。あ、そういえば居酒屋 OK の開催が決まったんだよね。リアル居酒屋 OK の無事ね決まりました。冷静に考えてさ、ありえない話やな。できると思ってなかった、うんうん、できたとしても5年後とかだなと思ってた、うん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 、すごいよね。場所貸してくれってさ、うん、私のオリジナルメニューを作ってくれる居酒屋さんがあるってこと自体さ、ありえないよ、うん、こういうメニューどうですかねとかプラスアルファでいろいろ考えてくださってるんだよね。結構さ、うん、
男らしい感じの店長、うん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 、なのに、うん、店長当日島の被り物とかってしてくれますかって言ったら、もちろんです何でもやりますとか言ってさ、一回フニオも合わしたんだよね、うんうん、気持ちよさそうに触ってたよね。ニコニコしながら見てたね、フニオのことねめちゃくちゃいい人なんだよね。最終的にフニオに話しかけてたもんね。シモは肩に乗せてくれるって言ってた本当いい出会いがあってよかったな。であの後さ、インスタグラムではこのことは伝えてて、皆さん何食べたいですかっていうアンケートを取ったんだよね。そしたらみんな貝貝系の回答が7割ぐらいありがたいね。ありがたいね。合わせに来てくれてんのかな。ただものすごく残念なことに開催が7月を予定しておりまして、うん、7月は2枚貝がちょっと怪しいから、うん、飲食店では扱わないようにしているとらしい、うん、ということで今回貝商品ございませんいやでも今なんか検討してくれてるって言ってたよ。どうにかしてね、ちょっと火入れたりとかして、うん、なんかうまいことやって一品ぐらいはどうなるかは本当わからないですね、うん、こちらが最初に組んだメニューがさ、うん、7品中4品ぐらい貝だしょ多分。そうで、ひるまさんすいません、2枚貝はちょっと冬にしませんか、うん、冬に貝のフルコースバージョン開催させてもらえたらさ、そうそうそう、貝は冬にやります。楽しみだよね。めちゃくちゃ楽しみ。ちょっとほんと7月にそれ達成したらもう私燃え尽き症候群であれかもしれない。何？燃え尽きる。ぼーっとしてるかもしれない。もう何もいらないって思うことが結構あるよね。熊本行ってもさ、もう何もいらないって思ったし、大阪のイベント行った時もさ、あもう何もいらないって思ったし、いつもそうなるんだよね、うん、イベントの後幸せすぎてね。おにぎり1個だけ食べていい？食べたい。やばいよ風呂。あれやばいわけん、あと10分で行かないともう入場終わるけど、どうしよう。マジで、じゃあ1個食べてもう行くか。鮭ツナマヨ昆布。昆布ツナマヨ、うまっ。ツナマヨもめっちゃうまい。昆布めっちゃおいしい。やばいやばいやばい、残り2分、やばい、大丈夫だね。キムンドの家、回転あるよ。鼻の穴なんか大きくなってる。あ気持ちよさそう。おばあちゃんになってる。生き返った。なんかさ、うん、温泉とかないキャンプ場でも全然余裕じゃん、うん、正直、うん、入んなくてもさ行けるじゃん、うん、北海道行ってあんま汗もかかないしさ、うん、でもさ入ると最高だ。最高。温泉考えた人マジすごくない？感謝じゃない本当に。何なんだろうね、温泉最初に開発した人。ちょっと調べてみよう、うん、けど星やばい星。うわ映んないけどね。なんじゃこりゃ。来てよかった。でさ、ん？サウナじゃないんだよ。ん？レモンサワーお願いします。レモンサワー？いいよ。寒くないの？暑い。あ、花火始まった。最高や。え、ラッキー。そうだそうだ、知らない方に説明いたしますと、こちら北海道洞爺湖では洞爺湖ロングラン花火大会といいまして、だいたい4月から秋の10月ぐらいまで毎日8時45分から花火が打ち上がります。毎日です。すごいよね、太っ腹な企画じゃん。で、この反対側が温泉街なんだよね、うん、温泉宿が10軒とか、うん、ここ半に連なってるんだよね、うん、その温泉街を端からぐーってその船の上で花火を打ち上げながら、うん、温泉街の端の宿から端の宿まで花火が移動するの。いやね、
温泉もいいのよ。俺らのさ、大好きな豊岡の温泉。野の風？野の風。超ヘビーユーザーだよね。うん。ケイトのお母さんの還暦祝いとか。弟の誕生日とか。誕生日とか。ちょうどいいんだよね。お祝いとして、こう安すぎず、高すぎずみたいな。うん、終わっちゃったかな。今日隣がゼクちゃんなんだよね。ゼクエル。で、多分隣のカップルの男の人とケンが同時にトイレ行ってたんだよ。ケンもいなかったし、あの人もトイレ行ってたし、うん、でケンいない間に隣のゼクちゃんの人が間違って、うん、うちのゼクちゃんに入ってこようとしちゃったのさ。でちょっとだけ、ほんと5センチぐらい多分ピッて開けて気づいて、あ、間違ったって言ったんだよね、うん、で私はケンが入り口間違ったのかと思って、うん、何してるケンって言っちゃったんだ。なんか帰ってきた、何も帰ってきた。何も言わないで、そう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 って言わなかった。でも、向こうのゼクちゃん 入ろうと聞こえて、入った時に、やばい、間違っちゃったみたいなこと言って、なんか笑ってたのさ。でも、私はその、ケンだと思って。何してる？ケン。反省。反省。もうやめた方がいいよ。そういうトーン。謎の喋り方。俺の謎の喋り方のトーンやめた方がいいよ。出ちゃうから、こういう時に、真面目な対応した方がいいよ。マジで恥ずかしい。あの変な人だと思われて、あの夫婦ちょっと変な夫婦なんだろうみたいな感じで思われてるの。やばいよね、うん、てかもう何なら聞き取れなくてさ、うん、怒られたと思ってるかもしれなくない。ああ、確かにね。ゼクミーティングとかやばそうじゃない。絶対間違うでしょ、うん、酔っ払ってお酒入ってたらね。いや、私すごい面白くなってきた。これはなんか間違っていろいろ開けちゃうみたいな。どうしてんだろうね。あれかな、表紙、うん、表札みたいな番号かな、うん、このでも番号とか見えないじゃん、夜暗くなったらね、うん、面白い。金やって、レーサー。あ、いいよ。まだまだ飲めんだ、こっちは。なんとなんとなんと、こちら手に入れました。このグラスが欲しいがために、これを全然まだ減ってないのに2つ買っちゃった。買いました。嬉しすぎる。これ何本も売ってるのに、うん、なぜか一番手前ラックの、うん、売り場のね、うん、一番手前のにしかこれがついてないの毎回。だからうちらが1個買ったらその後ろのやつにはついてなくて、で次の日スーパー行って、多分売り場の構造的に手前のにしかつけれないみたいな感じなのか、うん、であれ不思議だよね。なんか3日後ぐらいかな、うん、行ってまたついてて、真っ先にそこ見に行ったら、うん、ついてるっつって今日さ、サントリーのグラスもついてたんだよね。あのサントリーのビールに、うん、ビールグラス、こういう、あ、ビールグラス、あ、プレミアムモルツのついてたのさ。どうだった？よかった？良さそうだったんだ。うわ、ちょっと欲しいと思ったんだけど、うん、いや、冷静にね、やめたよ。6缶パックで1つのやつ。無料のグラス集めにハマっております。いや、これはマジでこれはロマンだよ。これさ、居酒屋でもさ、このグラス出てきたらテンション上がるよね。もういいね。こんなもんでしょうか。レモン絞っちゃう。レモン絞ろう。分かってますね。二次会。上がりいいね。うめ。めっちゃ美味しくない？うわ、目覚めた。風呂上がってからさ、もうずっとなんかふわふわしてたよ。今もふわふわしてる。もう飲んだの？早くね。これからどんどん暑くなってくじゃん。いいクーラーボックス欲しいんだよね、うん、マジで欲しい。それ去年から言ってるからね、うちら。なんかこの DCM にはお世話になったんだけど、うん、不満はそんなになかったんだけど。ないね、うん、コスパいいです。でもなんかちょっと最近よりやっぱり貝とかさ、
生っぽいもの増えてきてるじゃん、入りきらなくてビニール袋にそのまま入れてたりとかする。ああそうだよ、ね、でここに何どう下に置いたりとかしてだから他入りきらない野菜はスーパーの、あこれビールね、そうだビール入りきらないんだ、で昔使ってたちっちゃいコールマンのクーラーボックスとかに入れたりもしてたんだけど、うん、なんか結局その2個運んだりとかするのも大変で、うん、保冷剤2個分用意しなきゃいけなかったりとか、うん、なんか、うん、いまいち。でこの DCM はコスパはいいんだけど、その保冷力がめちゃくちゃすごいかというと、うん、多分普通普通だと思う、うん、だから丸2日とかもちろん持つ感じではないから、うん、だってめっちゃ安いもんね、2、3000円だっけ、3、4000円だったと思う。だからこういう魔法瓶的なさクーラーボックスってないのかね。確かにね、あれでしょ、そうあのコーヒー飲むやつ、サーモスみたいな、サーモスみたいな、スタンレーみたいな、そうあれのさクーラーボックスがあったら本当最高なのになって思う。そういうのなんじゃないの、もしかしてイエティとかって。ああそうなのかもね、色が違うだけで。調べてみるか、うん、その構造とかを一回ちょっと調べてみて、またうん、もしかしてホワイトボードに早く変えよってクーラーボックスごときで統計取りましたっつっていやでもさ、いやでも本気出したい。ごときって言っても高いやつマジで 3、4 万するから。イエティ5、6万するんでしょ。いやでもそれはマジで買えない。買えない買えない、それは買えない。あのいとこが持ってるさ、うん、コールマンのちょっとでかいやつあるじゃん。あれもいいよね、あれキンキンだよね、かっこいいしょ、かっこいい、うん、マットブラックのやつね、あれいいね。あれのシリーズでちょっとカーキっぽい色もあるじゃん。あれのうちらがさ修学生行った時にさ視聴者の方がさ、うん、20% オフになってましたとか言ってニコニコしながら言ってたやつ、あれも可愛いから、ね、あれも可愛い。結構するんだよね確か金額。あれ確か 2万ちょっとぐらいじゃなかった、だっけ。いやでも一生使うからね、ある程度の保冷力を望むんだったら多分2万円ぐらいは必要だと思う。うちらいつも氷とか買い足してさ結局お金ね、かもしんないね、うん、近々クーラーボックスの旅に出ます。アンケート取らせてもらおう。それ初めて食べない、なんか見たことないパッケージだよね。ロンベあんま食べないもん。こちら日清どん兵衛刻み揚げうどん、あっさりお出汁が美味しい。うまそう、これにしてよかった。なんか意外とどん兵衛の方がうまい説。そうなのか、どっち派なんだみんな。どん兵衛派かまるちゃん赤緑派シリーズ皆さんどちら派でしょうか。これは多分地域によっても変わってくるんですかね。そうですね、日清っていうのは関西ですか。日清の所在地は分かりません。これ工場の所在地だと思います。日清食品株式会社大阪。大阪ですか、なるほど。じゃあ関西の人は皆さん日清派が多いのでしょうか。まるちゃんは調べてみてよ。けまるちゃん気になるよ、うん、まるちゃんは東京都港区、うん、じゃあ関東の人たちはまるちゃん派が多い可能性が高い何の話。あとさっき調べなきゃいけないことあったじゃん。なんだっけ、温泉最初に見つけた人。あ、温泉最初に見つけた人紀元前500年頃にギリシャで硫黄泉に入浴していたという記録があります。ギリシャから日本よりもさらに前にギリシャとかローマ。へえ、それは大変失礼いたしました。やっぱりあの映画はそういうことなんだ。何さ映画って何。テルマエロマエ、なんか温泉の。それ私見てないの、阿部寛さんが、うん、あれ温泉の話なの。温泉の話じゃない。へえ、うん、見たい。なんか内容覚えてないけどなんか温泉入ってるよね、あの阿部寛が、うん、あれコメディだよね。コメディ、うん、じゃあ日本銭湯始まりで調べてみて。東京神田に銭湯が登場1877年だって。今から150年ぐらい前か。へえ、誰誰なんだ。この人じゃない。伊勢よし、伊勢よしっていう人が建てたって感じ、読み方合ってんのかな。いや次からなんかケンさんの尊敬する人って誰ですかとかもしさ何かのインタビューで聞かれたらさ伊勢よいち、あ伊勢よいちだって。伊勢よいち、伊勢よいちさんですね誰ですか。あ知らないですか、日本で最初に銭湯作った人ですドヤ顔でどっちかだね、受けるかシーンとするかね五分五分じゃない。はあちょっとお湯も沸かしてなかったからね。沸かしてよかったね今ベロリンガ知らないっけ。ベロリンガポケモンのキャラクター。いや、なんか聞いたことある。ベローン伸びてあのお寿司食べるゲームが一番面白かったじゃん。そんなあったっけ。
ポケモンスタジアムやってなかった？やってた。ミニゲームあるじゃん、ポケモンスタジアム、うん、あれでコイキングとかでさ、ピンピンピンってこの上のカウンター押すやつとかさ、うん、コイキングが跳ねて、うん、上のここのボタンみたいなのを何回1分間の間で押せるかやつとか。いやそんなあったっけ。お寿司、回転寿司でさ、中トロとか食べたら点数高いのさ。いやあのゲームめっちゃ面白かったのさ。へえ、ゲームボーイで、ね、いや64。あ、俺64はやってないかも全然。ケンが真面目にサッカーに励んでた頃か。いや私これ弟と毎日やってたけどね。私なかなか女子でさゲームハマってる人いなかったね。男兄弟いるとね。じゃあポケモンもハマってないの、ケンって？ポケモンハマったけど赤青緑でもう終了してる金銀は行ってないんだよ。金銀もやったんでしょ？え、もちろん。すごいね。8、大丈夫久々にさカップラーメン登場じゃない、うん、もちもちうどんになりました。だってなんかこれ新しくなったらしい。改良された。キュッて言う。うん、うん、食べなさい。投票してまるちゃんか日清か。おいしいめちゃくちゃあっさり、めちゃくちゃうまいよ。どん兵衛かもしんない。うん、確かに麺もちもち。だしがちょっとカップラーメンとは思えない。マジでマジで絶対嘘。いやほんなに食べてる。ありえない、ありえない。今までどん兵衛のこのうどん俺食べたことなかったのかな。めちゃくちゃうまいな、うん、うまくない？なんか九州のうどんのだしにも感じる。皆さん来週目をつぶらせて県に2つ聞きカップ麺をしたいと思います。いやこれはわかる、さすがに多分わかると思う。明らかに違うって今感じたもん。うん、違うね。麺違う、全然違うと思う。いや私はこれは美味しいけどすぐにはちょっと裏切れないね。30年赤いキツネで生きてきたからさ。俺は緑のタヌキで生きてきた。生きてきた。でもほら同じうどんで比較すると赤いきつねでしょ。そうだね、味の比較としては、うん、俺は赤いきつね派ではなかったからさ。ああ情がないんだ。まあでも俺の母さんが結構好きで結構数口もらってたね。結構母ちゃん赤いきつね好きだから。でどん兵衛を置いてなかったんだ。どん兵衛は置いてない。どん兵衛置いてた。うちは赤いきつねしかストックされてない本物だ、本物じゃん。てかも赤いキツネか、うん、シーフードだよね、うん、の2択、うん、俺もシーフード。俺の母さんはあの赤いパッケージのスタンダードな。あっち派。なぜか俺の母さんもそっちなんだよね やばいな、今日ほんとどうでもいい話しかしてない。ちょっと寝るわ、寝ようもう。寝よう、うん、明日あのいい話できるようにね。ない食べる前さ、私二口でいいよって言ってる覚えてたんだ何口食べた？10くらいてか俺より食べたと思うよ。いや、ない、それはない、それはない。最後の方控えてた二口ってさ。はい、寝ますか。ちょっと今日、結構早い時間帯寝れそう。12時前早いよね。明日は4時に日の出。こっち日出ないんだっけ。あ、出ないね、夕日だから、うん、確かに。だったら6時ぐらいでもいいのか。いやでも違うよ全然。やっぱそのモアンが4時と6時じゃん、やっぱあの静けさを味わいたいよね。湖のさ、風のない時間帯の静けさ。まあ5時目指すか。5時目指します。今日は仕事終わりで、しかもゴールデンウィークも割と仕事三昧で行くか迷ったけど、うん、なんか疲れてたから、うん、来てよかったね。いや来てよかった本当に。やっぱ疲れた時こそキャンプに行くことにしような。本日もご視聴ありがとうございました。それではなんか今ふとこの絵見てこの人35歳になるんだって思ったらなんかちょっと吹き出しちゃった
寝るよ。いや、いいね。ふみこいいね。